どうも、しめこです。今回も迷子鉄道に乗ってやっていきたいと思います。パート6ということで、エンド図鑑ですね。残すエンドはあと3つになりましたよと。で、前回のパートは確かね、ロボットの駅だったっけ、なんか未来の駅だよね。なんだったかな。ちょっとね、前回のパートからね、多分、1ヶ月ぐらい経っているのでね、記録がなくなってきてますが、今回は2個目だね。2個目の駅の、エンディングを回収しようかなと思います。では、やっていきましょう。で、そうだな。途中からだと、ちょっとね、もうわからなくなってきましたので、初めからいきます。ここら辺のお話は、ちょっとね、聞き流しにさせていただこうかなと思いますね。メイ君が電車に乗っているよ、迷子鉄道に乗ってるよと。で、迷子チップ持ってるよと、手に。で、この後、あれだね、もふもふした、車掌さんがね、出てくんだよね。現れました。かわいい子よ。かわいいこと言っちゃったよ。かわいいよ。ねえ、なんか目ね。いや、なんか目の、あれだ。つぶらな瞳よ。つぶらな瞳よ言って。いいね。みんな死ね心んですよ。でね、今度は迷子鉄道だよと。で、なんか途中ずつの駅あるよと。なんか、どこが好きなタイミングで駅降りて、自分を探しに行ってね。っていう、ようやくするとそんな感じです。楽園の国です。ガチガチガチ欲しい方はここでおいてください。この駅、本日は、快速です。快速なので、ちょっとすっ飛ばします。楽園の国、右側です。さあ、この次の駅だよね。あれ、前かもう乗ってきたぞ。あれなんか飛ばしたか飛ばしたか言って。セーブ。で、これも逃げてきたよ。太鼓だよと。ねえ、ロボットに感知されちゃうよ。怖いよ。次は、舞台の国。自分の役に欲しい方はここでお降りください。お出口、右側だと思います。降りましょう。よし、降りよう。舞台の国、お出口は右側です。足元、ドキドキください。おお、サーカスみたいな、あれだね。迷子鉄道に乗って、目がたどり着いたのは、舞台の国。目は、駅でパンフレットを手に取り、ここがどのような場所かを知りました。慣れたさんも点々にやめてよ。怖いよ。点々の後はね、恐ろしいんですよね。いつもね。ああ、よかった。そうでもなかったよ。この国ではみんな自分だけの役割を与えられます。この国全体が観客のいない一つの演劇、一つの舞台なので、待って、観客いないの？え？お客さんは、この国で暮らすことを決めた人間には、台本と仮面が与えられます。何？仮面をかぶれと。どのようなセリフを言い、どのような人と関わりないか簡単なセリフね。どのように生きていくかが書いてある、マニュアルのようなものです。マニュアルのようなものです。だから、なんだ、君は村人 A だとか言われんの?A だとか。みんなが台本に従い、自分の役を忠実に演じている限り、この国の秩序は保たれ、誰もが安心して暮らすことができます。そして、演技が下手な人でも、与えられた役になりきれるよう、仮面を与えられるので、だから、顔隠れてたら、
話せるぜみたいな感じとは安心だよね。で、もう演技下手な人でも仮面で、まあ自分誰か分からないからねとか言ってこの国では生き方に迷う必要などありません。誰？あなたは誰です？メインの元に一人の女性が近づいてきました。ようこそ舞台の国へ。私はこの国を管理するチームの一人、脚本家だ。あなたもここでこの舞台の一員にならない？あなただけの台本作ってあげる。メイ君、そうね。いつも笑顔で人気者な優等生の役なんでどうかしら。あ、いいなぁ。いいなぁ、これって。症状が硬くても大丈夫。ニコニコな仮面もセットでプレゼントしてやるからね。僕はここで、メイ君どうしようかな。メイ君はこの舞台横に行きたいかな。はい、すみません。なんか録画が止まってしまいましたので、再開します。で、メイ君はここで暮らしたいかい？暮らしたくないかい？どっちだい？どっちかな？どっちがいいかな？とか言うんですけど、メイ君に残念ながら拒否権はございません。決めるのは死猫でございます。ということでね、暮らしたいです。死猫が暮らしたいです。こうして、メイの新たな生き方が始まりました。メイは、周りの人たちからも人気で、笑顔の絶えない日々を送りました。はい。出るべきことが決まっているのだから。メイは、もう迷子ではありません。こんな人生も悪くないかもしれないな。エンド2。演じ続ける人生。エンドナンバー2。はい、ご了承ありがとうございました。はい、ということで、エンド2を回収することができました。メイ君は、大丈夫かな？なんかメイ君のことが、なんかとてつもなく心配になってくるのは気のせいかな。はい、ということで、エンドナンバー2、回収いたしましたね。はい、これで、残すエンドも2つになりましたので、まあ次回のパートは、エンド4を回収しようかなと思います。まあ、ここまで来たならね、ちょっと、まあ最後までやらせていただこうかなと思います。まあ、ネタバレ注意って書いといた方がいいのかなとか、まあ思ったりもするんですけど、一旦このままでね、やらせていただこうかなと思います。ということで、もしものが、少しでも良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、次回でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。